イネッサ・アルマンド・イネッサ・フヨードロブナ・アルマンドは、ソビエト連邦共産党、コミンテルンの活動家、女性運動家、ウラジーミル・レーニンとの親交で知られる。出生時のフランス名は、エリザベーティネス・ステファヌ・デルバンビル。イギリス人とフランス人の間に生まれた、喜劇俳優の母、ナタリー・ワイルドと、フランス人のオペラ歌手である父テオドール・ペシュー、デルバンビルの間に生まれ、父を早くに亡くした後は、母と英語教師の叔母に育てられる。1879年にモスクワへ渡り、語学の才能を生かして、住み込みの家庭教師となる。1893年に商人の息子、アレクサンドル・アルマンドと結婚し、三男次女に恵まれる一方、政治関係の書物をよく読むうちに、フェミニズムと関わるようになる。1903年からロシア社会民主労働党党員として非合法活動に参加。1905年、突如夫の弟と駆け落ちするが、彼女が当局に逮捕、流刑されて脱走した後の1909年に死別。その後夫の援助によりブリュッセル新大学で経済学の勉強をしていた際に亡命中のウラジーミル・レーニンと親交を結び、10年間にわたって膨大な量の手紙をやり取りした。その間はパリやスイスに居を構える。ドミトリー・ボルコゴーノフはレーニン夫妻と彼女との関係について3人とも分をわきまえた振る舞いをするという珍しい三角関係だったと評している。1917年の2月革命後、いわゆる封印列車でモスクワへ渡り、中級管理職として各種組織業務に従事した。同年、第7回4月全露会議と、ロシア社会民主労働党、第6回大会に参加。党モスクワ委員会執行委員会の委員。ブレスト和平問題に関しては、左派の立場を取った。1918年3月から、モスクワ県人民経済会議議長、党建委員会委員。全露中央執行委員会委員を務め、同年11月の第1回全ロシア労働者、農民大会の組織者となった。在モスクワ党フランス人グループのメンバー。1918年11月から労働者、農民扇動、宣伝中央委員会委員。1919年1月、在仏ソビエト赤十字委員会委員。1919年9月、党中央委員会女性業務課主任となり、コムニスト誌の編集長を務める。1920年7月、第2回コミンテルン大会代表、第1回国際女性共産主義者会議議長を務める。だが、これらの激務は、次第に彼女の体を蝕んでいった。1920年9月24日、静養先の北コーカサスで、これらの試し居。赤の広場に葬られる。レーニンは彼女の死に大変ショックを受けた。アレクサンドラ・コロンタイはイネッサの死がレーニンを致命的な病に陥れたと後に語っている。ありがとうございます。